マットだ、やった。嘘つきばっかじゃねえか。アイクルメイトです、お願いします。なんかさっきやったな、このタスク来ました。はい、スタート、ゴー。ちょっとなんか歌でも歌うか、暇だし。てってるってって、何の歌だ。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、私また最初的に歌えたら泣くぞ。あまちゃんね、オッケー。ナイスボタンです、ありがとうございます。じゃあ、ユランさんの経路教えてもらってもいいですか。あ、はい、わかりました。大丈夫です。でもね、これ配信に載せづらいでしょ、そういう話すると。そうか、そうか、そうか。え、今の経路ですよね。なるほど。今の経路全然大丈夫。今の経路なんか起こってないから。ごめん、ちょっと。大丈夫です。難しいやつと配信者の目線として。いや、本当に、配信に載せづらいでしょ。そうね、そうね。じゃあ、はい、マウサビさんの回線のこの脆弱さもあんまり話しなくてもいいですね。何ですか、これ。この5人みたいな、これ本当に俺のせいじゃないと思うんだけど、まあ、はい、謝っときます。はい、申し訳ございません。いや、僕を切るからですよ、僕切るから落ちるんですよ。いや、怖いさんになすりつけれるかなと思って。なるほどな。ちゃんと下にテロップで先ほどの試合の話ですって書いておくんで大丈夫です。切っといてください。絶対パッツンしといた方がいいよ。一試合ずつちゃんとやってるから。ここチョキチョキでお願いします。チョキチョキで、オフレコでチョキチョキ。さあ行きましょう。赤、青、黄色、ピンク。あのさ、これ最後の試合だぜ。ほら来いや、ほら来いや、私の死体はここにある。ほらみんな来い、待ってるんだ。もういい。あ、ちょっと待って、怖いちゃんが直せる。あ、直せる、よかったよかった。ちょっとね、どこですか。また言う。停電来たから電気室行ってあれやって明るくして上のタスクやろうかなって思った。くたばってました。くたばってた。くたばってました。なるほど。じゃあ、まあ、停電中に切るですかね、これ。いや、どうなんでしょう、バナナ停電しちゃでなった瞬間に電気室に位置ついてるのはアドミンで見てるんですけど、その前に青さんがアドミン見てるはずなので、アドミン情報お願いします。全体的に散らばってたんですけど、一瞬の電気室2になってたので、多分僕とアマさんが見てる、そのちょうど間ぐらいのキルだと思います。あ、了解です。であれば、バナナ目線、停電なった瞬間、ナビゲーション1ついてるのは見てるので、その人は弾けると思います。ナビ1、みつきさんですね。了解です。あと、停電中、医務室にも1ついてるんですけど、医務室1出ていたら出てきてほしいです。医務室は僕ですね。アドミンからカフェ医務です。了解です、ね。で、あとは特にどこもついてなかった。石油ついてた気もしなくもないけど、石油とか左側。ああ、石油原子炉は多分僕ですね。あ、了解です。青さんね。青さん、はい、青さん、すいません、確認なんですけど、あ、そう、株に僕いたんですけど、僕とすれ違った人って誰ですか。僕はすれ違った。あ、じゃあ、戸塾さんが株ですれ違ったのかな。上から、電気室の方に。はい。あ、じゃあ、医務室行って、停電になって、上部通って株エンジン帰ってきたみたいな感じですかね。そうです。了解です。
うん、まあ違うよ、違うよ。なるほど。まあ、それくらい。ナビゲーションと、どなたが弾けるんだ？まあ。現状はナビゲーション程度ですかね。うん、程度かなと。トマさんは、まあまあ、でも、73の証言が浸透するならバナナ弾けそうな気がするんですけど。バナナ。タイミング的には若干難しいかあ、と思います。え、はい、でも逆は弾けないです。青さんは全然。僕は弾かなくて大丈夫です。もちろん、結構電気質じゃなくて株で終わってるので、正直真っ黒いではあります。まあ全然。とは全然できると思う。じゃあ、セレクは、まあ、ナナさん。まあ、僕もそうですし、トジクさんも、まあ、黒指ではあります。トジクさんも、全然、ハオさんもできると思いますよ。ね、はい。押してるローズさん、これ誰が、あれだ？誰が言ってんだ、これ。怖い。ローズさんは 8V さん。ああ、怖いさんが言ってんだ。怖いさんもできますし、トジク7も全然できる位置ではあります。うん。みつきさん。はい、何してました？みつきさんのナビでしょ。ナビに、あ、みつきさんのナビか。はいはいはい、そうですね、まあ、まあまあバナナ水色追うんだったら全然いいんですけど、まあ、みつきさんあれですか、僕と今すれ違った後もそのまま右直で、あ、そうそうそう、すれ違って右行ってナビ行って、うん、で最初戻ってウェポンでタスクしててっていう感じ。了解です。なるほど。これ逆にあのピンクさんの死人洗った方がいい、良くないですか？ああ、そうね。見た方が人いますか？お前じゃ。まず初手から。いや。ピンクさんって怖いさんか。左、いや、ユラさん。左は来てないですね。右も来てないですね。右初手最速だったんで分かんないです。ユランさん、僕と一緒にナビじゃなくてんだけど、アドミン、管理室か。管理室に入ってます。管理室に入ってないわ。保管室流れてるわ。その時誰かと一緒に保管室には流れてますね。了解です。はい、その誰かが僕には分かりません。いいかな。まあ、とりあえず1キル釣り盤面なんで。なんか入ってるって。あれさんでしょ。怖い？めっちゃボケのスト。ピンク。ドゥ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 。死んでもうた。なんか歌でも歌うか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。あれ？はい、いける、天才。私すごい、私元気だ、私できた。あ、噛んだわ、もうダメだ。はい、1、はい、2、の、3、4、5、できた。あ、これがあったんだ。忘れてもうた。ハッピーハッピーハッピー。全くハッピーじゃねえや。はぁ。あ、ごめんなさい。生ボタンの怖いさんですね。ちょっと待って、え？はい。トジクさんも配電盤前いました？配電盤前だね。あれやっぱそうだよね。アマさんもいたんすか？配電盤前。いないです。アマボタンなんで。アマさんこれボタンですね。あ、ボタンか。ああ。え？配電盤前で僕と、ローズ、トジクさんがいるんすけど。アマさんもいる。はい。トジクさんが目の前でぶっちぎりしてたんですけど。それなら最初にぶっちぎりしたって言うじゃん。すいません、これ7はいないです。7は最後、ナビゲーション。いや、7さんじゃない、7さんじゃない。ローズ。ローズ、
カジクさん、はい、僕ですね。配電も前に。ちょっと待って。はい。トメイト裏切ってどうする？で、僕とローズで配電直してたんですけど、トジクさんが後からバーって走ってきて、ブチューって切ってたんですけど。はい。違うです。逆でしょ。いやいや。まあ、対抗、いや、全然対抗いいっすよ。ブチューってなったわけでしょ。だって僕がわざわざ2人の前に来て、切る必要性ないじゃないですか。はい。2人の時に、切るのが遅れたってだと考えるのが妥当じゃないですか。ダメ。ボタン押しです。僕ボタン押します。はい、お願いします。お願いします。はじめまして、VTuber の三俣ゆらんと申します。VTuber 見ないから分かんなかった。全然チャンネル登録者数まだ100人ぐらいなんで、ペッペなんで、なんなら、2月デビューなんで、はい、なるほどね。そう、録画自由なんでね、結構基本的に私は録画してます。だから撮れ高撮れ高って言ってんだけどね。もう切らないんだ。いや、切らないですよ、インポじゃないですもん。今、白とバナナで直してるんですけど、はい。三月さんって今どこにいました？あ、ボタンの前です、僕と一緒に。はい。七さんは？酸素に、みんな左に行こうとしてたんで、酸素鳴らされたら嫌だなと思って酸素の方に行こうとしてます。で、酸素じゃなかったんで左に流れてます。了解です。僕が。そんな間髪入れずに入れることって可能なの？間髪入れずにとか。ハオくんだから、リアクター鳴らして、終わった瞬間に酸素鳴らすのが可能なの。あ、いや、リアクターの方に、リアクターか酸素か分かんなかったから、ナナさんは酸素。右側行ったんですか？いや、いいんですけど。左にすでに2人行ってたんで、正直そこの話はもうどうでもよくて。はい、そこはどうでもいいっすね。4票入ってたんですけど、1人票入れてないはずです。誰入れてないですか？僕、スキップ。入れてないのは、7さんですね。7さん入ってないです。僕が入ってないですか？あ、俺が本当だ、入ってないと分かるんだ。バナナ派に入れたんですけど、どうやって見るのそれ？メッセージから見れるんですけど、はい。そう。あ、じゃあ、はい、僕、黒目ちょっと上がったんで、任せます。はい。さっきスキップに入れたんで。アマさんがハオさんに入れた理由聞きたいです。手短に。なあ、単純にもう、釣らないといけない盤面なんで、決め打ちです。決め打ち、はい。まあ、さっき、青黒追ってるって言ってたし、別に、ハオさん入れるのは分からんでもない。はい。なるほど。まあ、そうですね。で、トジクさんも僕。うん。で、今回なんですけど、バナナ白で直してて、まあ、白さんインポスターだった場合、一緒に直すメリットってあんまないのかなと思ってて。はい。もう、いいですよ。僕じゃなかった場合、トジクさん、切ってくださいね。釣ってくださいよ。終わる？これで。終わんないですよね、僕が釣られても。いや、終わんなかったら負けです。終わんなかったら負けなんで。はい。あ、負けか。いや、別に、ハオさん。そう、ハオさんがマットだったら別にまだ負けない。終わんない。で、多分これ、切んなかったってことは、インポスター目線分かってないと思うんですよね。マットメイトが誰か。インポスター目線切って終わりなんで。と言いますと？か、僕がマッドに見えて切れなかったっていう線。ハオさんがマッド側だった場合、美月さんがまあかもしれないってこと。ハオさんがインポスターだった場合は、そもそも美月さん切って終わり、もしくは、まあハオさんが今インポスターが分かってないっていう状態で、多分、はい、シロさん目線、バナナマットメイトってあんまないと思うんですよ。いや、それはないんじゃないですかね。それはちょっと違うと思いますよ。あ、本当ですか？シロさん目線バナナ、シロさん目線バナナマットで、まあそもそもバナナマットだとしたら、もう一人来た、シロさん目線バナナがマットかもと思ったら、待ち伏せて待ってればいいんで、そもそも、バナナ原子炉直そうと頑張ってるんで。その理論が通じないです。3人目が向かってる時点で、待ち伏せとかそういうのはないはずです。そもそもそれが感情に入らないです。で、海女さんからこう、
覇王さんに、黒置きする確信というか、そこまで激しく黒置きして黒塗りする理由が僕は取れないので、僕は途軸アマの2ライン持ってます。はい。で、まあ、覇王さんに。いやいや、それは追えなくて、だって、バナナ白でバナナが直す理由がないじゃないですか。いや、あります。いや、全然あります。全然あります。黒が決めきってない状態で5人番目なんで、これ市民に絶対間違った方向を連れ去るはずなんですよ。いや、そんなことない。切って終わりなんで。いや、切って終わりじゃないです。切って終わりですって、バナナ。バナナ白だったら、うん、1人切って、そしたら2人で PP いけるから。なんで、バナナ目線は黒しかないんで黒入れます。いやうん、間違えた。ハオくんマットメイトなのにさ、マジで普通にクルーだと思ってた自分が。うん、ずっと閉じく打ってるから大丈夫なのかな。いや、もう閉じくさんって言った時点であーって思ったけど、もう言い直さなかった。コアイちゃんはずっと、はい、マッドメイターいるならスキップお願いします。いないんだよいなかったらごめんなさい。じゃあもうトジクエさん入れて終わりじゃん。うわ、もういないのか、マジか、殺しちゃった。違うよ、ごめん、違うよ、違うよ。いや、マジで間違えた、ごめん。アンドコさん、こんばんは。本当に、え、今のは僕が間違えました。うん、そう、あー、そうなんだ。思いっきりマットメイトなの忘れててクルーだと思ってた。そうそう、ハオくんが、ハオくんが、めちゃめちゃクルーだと思ってた。